最高だわ。みそのの曲を歌ってください。いいわ。いいわ。お疲れ様でした。初めての歌ってみた。はい。レコーディング撮影終了しましたがどうでした？緊張した。緊張するんだ。パイセンとの出会いって共通の知り合いがいるんだよね。うん、ミオレミューのヨナイチだったりとか、いろいろ YouTuber 仲間がいて、うん、で YouTube の回だっけ、ジョーブログさんのお店で連絡先交換した時に、福島の復婚祭見に行ってたんですみたいな。でサインボールゲットしたんですとか。いやいや、いらんやろ。欲しいよ。飾られてますから実家に。
マジでうますぎて、いやもうなんかうますぎてっていうレベルじゃない、なんか一人だけ違うみたいな、なんか言葉を失うみたいな褒めてんだよねなんかもうみんなが凍りついたみたいな、いやいや凍りついたしなきゃなやつだみたいな、なんかもうガチなやつ来たよみたいなすごいっすよね本当に、え嬉しい、発想力がやばいっていうかもう響く響くあの体育館みたいな、日本人みたいなぐらい響きません、マイクいらないんじゃない、いやいる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 2020年の復婚祭で3月11日みそのすけ出演するから見に行きますって言ってくれてて、姉妹でじゃ楽屋でコラボ動画撮れたらいいねって言ってたの覚えてる、したらコロナで延期に1回なって中止になり、念願のやっと実現しました。うちらはね結構プライベートでは会ってたからね、ちょこちょこ映画も見に行ったしな、しかもドラえもんからの鬼滅ね2本立て間違いない昨日夜中2時ぐらいまでまあ LINE のやり取りしてたじゃないですか、ほんでアニソンがねうちらアニメ好きで共通点あるけどほとんど提案してくれる曲がまあやったことあるっていう曲やったりとか、はい、まあみそのの個人授業は一緒にカラオケ行った時に、うんうん、歌いますよこれめっちゃ好きですもん、珍しいっていうかそんな人あんま存在しない、しかもこれセカンドシングルやね実は、ソロデビューしてからの、当時そのカラオケのさ採点のする番組とか、対決のいろんなアーティストなんかいろんな曲をカバーする、みそのはもうカバーアルバム出したら絶対売れるみたいななってたわけよ、カバーした時の方が売り上げが下がってオリジナルだから売れないんだとか歌詞が良くないからとか、曲が良くないからってすごい言われて、セカンドシングルでじゃあ昔の昭和の名曲歌おうみたいになって全然売れなくて、この曲だから知ってくれてるだけで嬉しいっていうか、知ってますよ、歌い方めっちゃ好きなんですよ、癖強が好きで歌いやすいんですよね嬉しい、なんか気持ちよく歌えるみたいな、えでも癖強みたいな、だから嫌いやねみたいな感じ、だからディアフタートゥモローの時の方が良かったっていう人が多い、うっそ、アニソンカバーの CD とかめっちゃ好きです、マジ、うん、歌ってくれてんだみたいなあ、じゃあディアフタートゥモローっていうよりかはソロになってからの方が聴いてくれてるってことかありがたい、うん、でママも好きなんだよねこの曲は、フィンガーファイブね、うん、ママ聴いてくれてるかな、すぐいいねをしますからうちのお母さん優しい、うちのお母もねフィンガーファイブが好きで、だからこの曲聴いてたし、うん、歌ってカバーしたっていう、えでも嬉しいですよね親からしたらね、初めての歌ってみたコラボ相手みそのを選んでくださり本当感謝です、なんか替え歌とかなら一回やった時あるんですよ、気持ちよく歌カラオケかなってでもさカラオケとは違うやん、こうヘッドホンつけながら、うんうん、合計3時間スタジオ撮らなきゃいけないねって言ったのにもう終わったから巻いて早っみたいな、大丈夫ですかねさすがだなって思う、福島の観光大使でね、うん、ほんで見た目もちょっとギャルっぽいで YouTube でも攻めてる、まあ、夢を追いつ続けまあ、ね、挑戦って感じでいろいろやってますけれども、うん、最初うささんに焙煎の方ではちょっとメイク動画するって言ってたけど、ギャルで双子で一緒に歌ってみたみたいな感じで弾けた感じで歌いたいです、今回全部こっちでやるんで、今度はじゃあうさたにパイセンプロデュースでやろう、撮影とかはじゃあ、はい、メイクとか任して、倖田來未メイクやってなかったっけ、もう似てなくて申し訳ないです本当に、でもお姉のことも好きなんだもんね好きっすね、今後ともよろしくお願いします、お願いします、ありがとうございました、お邪魔しました